皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するシリーズはですね、映画007シリーズ、そして今回の動画の中身はですね、この007シリーズの 4K レストア上映会というものが、これから全国順次ロードショーということで、そのチラシが、入手できましたということで、本日はこのチラシをいろいろ眺めつつお話ししたいなという、動画です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、ここまで何度かこの 4K レストア上映会のことについては私なりにいろいろ喋ってきたんですけども、いろいろやはり意見を同じくしてくださる方が多いなという印象は非常にあるんですけどもですね、いろんな思いもありながら、お話ししていこうかなということですね。はい、というわけでチラシですけども、非常にシンプルですね。 Bond is back in theaters、2023と 4K レストアで、60というね、60th Years of Bond ということですね。007のロゴが入るということなんですけども、であとここに、今回の第1弾第2弾上映会での作品のラインナップが載っていると。はい、これは上映、過去の年代別の上映順ではないですね、並びはね。はい、でパッと見たチラシの印象としてはですね、よくあるこう先行版のチラシ、先行版チラシという雰囲気かなということですね。先行版チラシというのは、どちらかというとこう文字とか、そして抽象的なイラストとかというものが多くて、で本命版チラシというのはどちらかというと写真が増えるわけですね。でこれに関してはその先行版のやっぱりイメージが強いですね。で、自分の中でというか、ひょっとして出るかなと期待はしていた、もしくは今もしてはいますけども、この上映、委員会といいましょうか、その公式サイトの方がいらっしゃいますよね、団体の方がね、が旧ツイッター現在 X の方でですね、ずっとこう、第2弾発表は第3弾発表はということでずっとね、作品紹介されるときに、レストアということで、その映画の象徴的な一場面を切り取ったような、図柄を載せてらっしゃったんですよね。ひょっとしてそれがチラシになるかなと思って見てたんですけど、とりあえず今映画館等で配られているのはもうこれだけのようですね。今後、さらに、9月の22が最初ですので、そこから近づいた時にはひょっとしたら、第1弾の用のチラシとか、もしくはそれぞれの映画の作品ごとのチラシとかっていうのが出るのかなと期待はしてるんですけど、ただ期待はしつつ出たら出たらどうしようという思いもありますね。争奪戦になるんじゃないかなという思いもちょっと怖いんですけどね。ある意味ここでもう止めてほしい思いもありつつっていうね、複雑なんですよね。で、各作品のタイトルロゴがずっと載ってるということですね。はい。定番のロゴですよね。はい。で、裏面行きましょうかね。裏面こんな感じということですね。ちょっとピントが、待ってくださいね。ピント合いますかね。よいしょ。はい、ピント合いましたかね。はい。という、ことですね。で、裏面はですね、よいしょ、こんな感じで、第1弾が9月22日金曜日、第2弾が11月17日金曜日、全国順次ロードショーで、こちらの左肩に、007とあって、ジェームズ・ボンドは永遠にですね。そして、右端にボンド俳優の写真が写ってるということになるわけですね。で、6人ということですね。ショーン・コネリー、ジョージ・レーゼンビー、ロジャー・ムーア、ティモシー・ダルトン、ピアース・ブロスナン、そしてダニエル・グレイグということですね。はい。どの写真も今回、上映される作品のワンカットということになるわけですけども、ちょっとズームしましょうかね。よし、これがね、ズームするとピントがずれるかもしれないんで、これで今ピント合ってますかね。とりあえず合ってますね。はい。サンダーボル作戦ですね。はい。そして女王陛下の007、私を愛したスパイ、リビングデイライツ、それから
ゴールデンアイ、そしてスカイフォールですね。リビングデイライズの写真、もうちょっとなんかいいのが良かったですね。もっともっとティボシー・ダルトンのかっこよさが際立つ写真があると思うんですけどね。まあまあまあ象徴的なところでのダイアナ・リューが写ってる。サンダーボール、サンダーボールかなっていうとこはありますね。やっぱり、まあ、上映があるんであれば、ドクターの、もしくはロシアより早く込めてかな。でもやっぱり、第一作入れてほしかったなという思いはありますね。はい。で、ここね、いろいろイントロダクション載ってますね。半世紀以上にわたり映画史の頂点に君臨し続ける大人気シリーズ007。アクションエンターテインメント映画の金字塔とも言える存在だ。2023年日本公開から60周年を迎えるこのアニバーサリーイヤーを記念し、最新技術を駆使した 4K レストア版、一部作品を除くとなってスクリーンに復活することが決定。歴代6人の俳優たちが演じてきたジェームズ・ボンドの魅力を心くまで堪能できる。厳選された10作品の貴重なリバイバルロードショー。4K レストア版で蘇った鮮烈なビジュアルと、サウンドがこれまで誰も体験したことがない新たな感動と興奮を呼び起こす。まあそうですよね。だからボンド is back in 4K ということですね。まあ、ここはやっぱり鮮烈でしょうね。その、言えば、当時、本当に当時、リアルタイムで、ご覧になっていた方々、まあ私も含めてですけども、たちも味わったことがない007ですよね。作品は一緒だけど、中身は違うよということになってくるのかなと。で、さらに、この007ことについて、またね、まあ全く007ご存じないという方向けに解説がちょっとありますね。007。ここが007になってますね。私の過去動画でもいろいろ、資料等でご紹介しましたけど、まあ、日本初上映の頃、1963年の頃にはですね、007と言ったり、007と言ったり、様々言われてますけども、まあ、やっぱり00のようですけどね。はい。イギリスにおいてはという感じですけどね。英国諜報部 MI6 の諜報部員にして任務遂行のため、ための殺しのライセンスを持つ男。世界で最も知られ、最も愛されているスパイ。その名はジェームズ・ボンド。007シリーズが他の追随を許さない人気シリーズとなった秘訣は、時代や社会とともに変わってきた多様なジェームズ・ボンド像にある。時には荒唐無稽に、ある時はシリアスに、一つのスタイルに固執することなく変化を続けることで、今も世界中の映画ファンを魅了し続けているんですね。はい。じゃあ、上映作品。ね、はい、第1弾が9月22日、第2弾が11月17日ということなんですけども、ここには詳しいその境が載ってないですけど、区分がね、どれが第1弾、第2弾、上から順というのか、ちょっとその辺がすいません、正確に今この資料では言えませんけども、ゴールデンアイですね、はい、でスカイフォール、私を愛したスパイ、ロシアより愛を込めてですね、はい。で、女王陛下の007、ノータイムトゥーダイ、007は二度死ぬ、リビングデイライツ、サンダーボール作戦、ドクターノーということですね。はい。で、あとは、まあ、この公式サイトのアドレスですね。で、X ですね。まあ、旧ツイッターですね。そして、この配給はこれリージェンツというとこなんでしょうかね。すいません。その部分がよくわからなくて。で、上映には 4KDCP を使用していますが、劇場の上映環境に応じ、2K って言っていいんでしょうかね。で、映写される場合がございます。これはせっかくなのでやっぱり 4K ですよね。ただ、まああるのかな。私は関西なんで、ちょっとその辺がね、同じ行くならやっぱりと思いますしね。で、スカイフォールノータイムトゥーダイは、もともと 4K ですので、レストア版ではありません。まあ、つまりその、スカイフォールノータイムトゥーダイに関しては、本上映が当時あった。その時のままという理屈になるんでしょうね。はい。さて、どうですかね。まあ、いろいろとやっぱりね、思うところは本当にあります。先ほどの、まあ、言って、ただキリはないんですよね。その、どの作品がいい悪いはなくて、007はみんな好きってはそれまでなんですけど、
やっぱり例えばここでも なんでこの一作目のね、やっぱりドクターの写真が欲しかったなとか、もうちょっとティモシー・ダルトンのいい写真なかったかなとか、ね、誰もしますし、で、あとはね、やっぱこれ意見が多かったんですよね。その、ちょっと光ってすいません。この、言えば、三代目ジェームズ・ボンドを演じたロジャー・ムーアーなんですけどね。ロジャー・ムーアーが一作しか選ばれてないと。うん。まあ、私は挨拶スパイを選択されたのは、それはもう正しいと思うんですけど、やっぱりね、一番の今、ボンド役を演じた方では最多なんですよね。最多出演なんですよ。なのに一作だけの選出とかね、なんか残念だなっていうのは本当思いますよ。で、あと、ノータイムトゥーダイもね、この間やったとこじゃないのという思いもありますし、で、二度死ぬは、まあやっぱり日本で上映で、ね、やっぱり日本ならではっていうところでは、これはやっぱりいるかなという思いはありますね。で、リビングデイズもいいと思います。で、サンダーボールがね、なぜサンダーボールだったかなという思いもありますね。あの、4K で見たいとは思います。だけど、サンダーボールだったらゴールドフィンガーだろうという思いもありますよね。あの、これも過去喋ってますけど、その007シリーズの1作目、2作目っていうのは、やっぱりこう原作、イアン・フレミングの原作を読んでいた人たちが見る、ある意味クロートが見るような映画だったんですね。それがもう大衆、もう若い層から年配の層までバッと広げたのがゴールドフィンガーだったので、ゴールドフィンガーだろうという思いはやっぱあるんですよね。初期5作のうち、ゴールドフィンガーだけ外れるっていうね。それがね、不思議で仕方ない。まあ、ひょっとしたらということでコメントくださった方では、途中、その、金粉のっていうことでですね、ある女性の話が出てくるんですけど、それがひょっとしたら、今のご時世の上映にそぐわないっていうことで、あったのかもしれませんという話を聞きましたけどね。ドクターの。で、あとは、まあ、今回、私、話がずれるかもしれませんけど、ジャンポール・ベルモントも大好きなんですけどね。そのジャンポール・ベルモントの、ジャンポール・ベルモント映画祭というのが、これも全国でされたんですよね。その大々的じゃなかったですけど、それももう毎回こう、コロナ禍にもかかわらずヒットしたわけですよ。で、このおそらく映画祭も、まあ、当たれば、第3弾、第4弾と続くのかなというところですよね。で、そうなってくると、目玉は何持ってくるのかなってなると、もうショーン・コネリーはやっぱゴールドフィンガーになりますよね。そこのところも一つあるんだろうなと思うんですけどね。やっぱりこう、ね、もう欲を出すと仕方がないんで、とにかくもう上映してくれることはもう大感謝です。もうそれはもう感謝につきます。もうこれほど嬉しいことはないんでね。で、あとは、今後ですよね、まあ、チラシの件とか、その、販売物とかどうなるのかな、例えば特別のパンフレットが出るのかとか、ポスター販売があるのか、なんかグッズ販売があるのかとか、そういうのはね、やっぱ気になりますね。そうなってくるともう劇場にどないしていったものかなとかね、いう思いもあったりしますけどね。まあ、それとね、皆さん、私、これ今収録してますけど、9月1日にムビチケの発売が始まりましたよ、確かね。で、すぐ問い合わせをしたんですけど、上映の仕方についてはまだわかりませんって言われました。つまり、1日の中で、例えば第1弾は5作品あるわけですけど、5作品をいきなりやるのか、時間に分けて、それとも1週間おきに映画を変えるのか、その辺もまだ決まってませんというふうにね、1日の時点では言われましたんで、2つの映画館で聞いたんですけど、そのあたりはまたちょっと聞かないといけないなと、まあ、そんな状況でした。はい。というわけでですね、まあ、本当は前作当然見に行きたいですけども、だから、スカイフォールとノータイムトゥーダイは一応もう見た、その、今回の 4K 云々っていうところではもう見てるわけなんで、それ以外は、本当であれば全部見たいですね。まあ、もう欲を言えば全部見たいですけど、まあそんな感じですね。はい。というわけでですね、いかがでしたでしょうか。まあ本当にね、このもうお祭りを楽しみたいとは思ってるんですけどもね、ぜひ、第3、第4弾の、ことも
どうぞこの 4K 上映会委員会の皆さんよろしくお願いしますということで、期待を込めてここで締めたいと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。